ニンテンドーより発売された、ニンテンドーゲームキューブ用ゲームソフト。ピクミンの続編であり、ピクミンシリーズの第2作目。2009年3月12日には、Wii で遊ぶピクミン2として Wii に移植された。キャプテンオリマーが隕石に衝突し、ドルフィン号と共に、未知の惑星に、不思議、ほとんどのパーツを失い絶望していたが、そこで出会った、ピクミンの力を借り、 どうにか脱出に成功。そして勤め先のホコタテ運送へ帰り着いた。しかし、そこでも新たなトラブルに見舞われてしまうことになる。新米社員のルイがゴールデンピクピク人参を配達中に宇宙ウサギに襲われ、すべて食べられてしまったことで、ホコタテ運送は1万100ポコという莫大な借金を抱え、倒産寸前の危機的状況に陥っていた。 おまけに、オリマーに無許可で、アイキドルフィン号が売り飛ばされてしまう始末。ショックのあまり、ふらついたオリマーが、ピクミンの星からの土産物を落としてしまう。これに、会社創業時からあったドルフィン初号機が強い反応を示した。このピクミンの星の土産物に、相当な価値があることが判明。ホコタテ運送の社長は、その星にはまだまだ他にも、 たくさんのお宝が眠っているかもしれないと聞くと、帰ってきたばかりのオリマーに、留イを伴って、ピクミンの星へ行き、お宝をかき集めて戻るようにと命じるのであった。前作、ピクミンに続く、ピクミンシリーズの第二作目。今回の目的は、各地に散らばる、お宝を、ホコタテ製の通貨にして1万ポコ以上持ち帰ることで、ある。 お宝は実在する企業の商品が使用されている。今作は日数制限が撤廃されたため、時間切れによるバッドエンドの心配がなくなり、難所にもじっくりと取り組めるようになった。本作では、オリマーと新入社員、ルイの二人を操作し、ピクミンたちを率いて行動する。オリマーとルイは通常は一緒に必要に応じて別々に行動でき、 ピクミンもそれぞれについていくように分けることができる。これにより2箇所で作業を進行したり、一方のリーダーで他方のリーダーや隊列を先へ進ませる支援をするなどの複雑な行動が可能となった。チャレンジモードや対戦モードでは、二人で操作することで、オリマーとルイを同時に操作できる。さらに今作では、地上マップに加えて、 各マップに3から4つの地下洞窟が存在する。お宝が多数存在し稼ぎも多いが、多くの原生生物やトラップが立ちはだかる。次のフロアへ進む穴が壁で塞がれていたり、後半では岩が被さっていたりなど、避けて通れないこともある。なお、地下洞窟では、お宝や原生生物の死骸は、宇宙船から分離した探査ポッドに回収されるが、 間欠泉で地上に脱出した場合にのみ監禁され、それ以外で脱出すると回収したものは洞窟内に放棄される。間欠泉は必ずしも最深部にあるとは限らず、途中まで集めたお宝を持って一旦脱出し、再度突入することもできる。本作では一部のお宝は探検キットとなり、 回収することで、新しいエリアの探索や、宇宙服の性能を向上することができる。宇宙船でダメージを回復させることはできなくなったが、地上と地下洞窟を移動する際に、自動で回復する。ピクミンを掴んだまま、別の色のピクミン、または、葉、つぼみ、花の種類別に持ち替えられるようになっており、連闘スピードも、前作では、隊列を動かして、 オリマーのもとに近づけなければ、早く投げられなかったが、今作では、隊列を動かさなくても、ある程度早く投げられるようになった。この要素は、後のウィーバンの、ピクミンや、ピクミン3でも継承されており、3ではピクミンを掴んでいなくても、任意で投げられる、ピクミンの種類を設定できるようになっている。前作で登場したトラップやギミックの役割が、変更されている。 各種属性のトラップが新登場した。前作から、続投の完結炎、一定時間ごとに、両極の間で放電する電極、常に、毒ガスを放出している。ガス管、一部の原生生物が放つ水しぶき。今作では、ピクミンの攻撃などで破壊できるようになった。炎、毒、水しぶきはピクミンが食らってから死亡するまでの、猶予時間が大きく増加し、 死ににくくなった。突破するのに木、青、白、紫のピクミンが必須となる仕掛けが登場した。常に電流が流れる、電気柵、水没した壁、水たまりの水を抜く線、ガス管を内蔵した壁、ピクミン100匹分以上の重量を乗せると潰れる、紙袋などである。赤ピクミンが必須となる仕掛けは存在しない。また爆弾岩でしか壊せない石壁は、 今作では登場しない。爆弾ンが,がトラップに変更された。前作ではピクミンの顔程度の大きさでキピクミンが扱えたが、今作では巨大化し、ピクミンが扱えなくなった。落下やピクミンの攻撃、パンチなどの衝撃が加わると一定時間で爆発する。激似ガスプレーで石化することもでき、この状態で攻撃した場合、爆発せずに消滅する。なお、 VS モードでは、オリマー,ート、ルイが爆弾丸を持ち、投げることができる。激辛激苦スプレーの新登場。ピキの強くさの実を回収することで作成でき、赤い実は、ピクミンの攻撃力と行動速度を一定時間上昇させる激辛スプレー。紫の実は、原生生物を一定時間赤化させて、活動を停止させる激苦スプレーとなる。 激ニガスプレーで石化させた原生生物は倒すと死骸が残らない代わりに大地のエキスを落として消滅する。次回作のピクミン3では激辛スプレーのみが登場、継承されている。オリマーチちコタて生人は身長が3センチメートルほどの小さな種族である。彼らにとってピクミンの星の大気中に含まれる酸素は猛毒である。 今作では、生命維持装置のバッテリーをあらかじめ大量に持ってきてるため、期限を気にせず冒険できる。前作でオリマーが乗っていた、愛ンドルフィン号は、今作の冒頭で、借金の方に売り飛ばされてしまったが、代わって、社長の愛ンドルフィン初号機が登場し、オリマーと、ルイが乗って冒険する。初号機は二人のナビゲーターとしても活躍するが、やかましい一面もある。 お宝を一万ポコ集めた後には、ルイが行方不明になってしまい、ルイの代役は、社長が務める。ちなみに、それ以降ドルフィン初号機のカラーリングが、金色になっている。ピクミンは、オリマーが墜落した惑星で遭遇した、植物とも動物ともつかない奇妙な二足、歩行生物である。今作では、前作に登場した三色に加え、新たに紫、 白のピクミンが登場する。ピクミンを以下の全5種類、各20匹、計100匹を連れて歩くと、ピクミンたちは前作のイメージソング、愛の歌を歌う。オリマーたちが冒険する地域には、ピクミン以外にも数多くの種類の原生生物が生息している。いずれもが奇妙な形態と生活様式を有し、しかもその多くは、 オリマーたちやピクミンに対して攻撃的であり、彼らを捕食あるいは排除しようと攻撃を仕掛けてくる危険な存在である。また、これらの生物には捕食を行わない種が多く見られる。それらは分解者に属するとも考えにくいものが多く、現状では説明のつかない部分も多い。一部の生物の攻撃はピクミンやオリマーたちだけでなく他の生物や トラップなどにも当たり判定が有効となるものもある。本作で登場する生物は、前作が二十数種類だったが、今回は、その倍以上に種類が増えており、単に種類が増えただけでなく、前作に登場した生物の亜種に相当する種類が、多数登場したりしているなど、生物によっては大幅にバリエーションが増えた種類もある。さらには、本作で、 初登場する生物も多数存在する。また、1にて登場した生物によっては、戦闘能力が1よりも弱体化された種類もいるが、逆に強化された種類も存在する。洞窟名の後ろにある括弧内の数字はその洞窟の階層数を表す。また、4つのそれぞれのステージは、春夏秋冬の四季をモチーフにしている。 最初に降り立つ雪に覆われている冬がモチーフのステージ赤ピクミンに合うエリア最初のステージではあるが奥深く水場の向こうに焼きチャッピーが生息しているなど難度が高い部分もある奥のエリアは水で遮られているため青ピクミンを仲間にした後で探索可能となる豚どっくりや二口どっくりなどの生物が生息している 一部の地面はアスファルトやマンホール、横断歩道などがあり、もともと道路であったことがわかる。地上ステージで唯一、きの強さが自生していない。卵はロケットの近くの一箇所のみ配置されている。お宝は7個。今作で唯一の完全新作のステージである。桜が舞い散る、春がモチーフのステージ。探検キット。 惑星データを入手すると探索可能になる。前作の希望の森と似ているが、着陸地点や水辺の位置、橋や壁などの仕掛けが変更されている。原生生物は、チャッピーやウジンコ、ヘビガラスなどが生息しており、お玉も成長したらしくイモガエルが見られる。青ピクミンに会えるエリアだが、彼らは、電気柵の奥にいるため先に、キピクミンと会う必要がある。 卵はないが、大地のエキスの出る草がある。地上ステージでは唯一、探検キットとなるお宝が置かれている。お宝は7個。セミの鳴き声が聞こえる、夏が、モチーフのステージ。探検キット、探査データを入手すると探索可能になる。コーピクミンと、初めて会えるエリア。前作の、大水源とほぼ同じ作りをしているが、ドドロの卵がなくなっている。 壁や橋などの仕掛けが変更されているなど、細かい点は変化している。団子マズイモガエル、つぶらめけめくじなどの水中の生物が多く、生息している。ステージの大半は水であり、壁や橋での作業や回収に、大量の青ピクミンが必要となる。31日目以降の位置の位に、一置がつく日には、ダマグモとクマチャッピーが出現する。卵や、 大地のエキスの出る草、石の配置が多い。夕方になると、日暮らしの鳴き声になる。お宝は7個。紅葉が見られる、秋が、モチーフのステージ。目覚めの森戸惑いの水源に行ける状態で、1万、ポコの借金を返済すると探索可能となる。前作の、遭難地点と、最後の試練を合わせたような地形をしている。 ルイがこのエリアに落ちてしまったため社長がルイの代役を務める。様々な原選生物が数多く生息しており、水や電気、毒の仕掛けもあるため、複数のピクミンを使い分けて開拓する必要がある。卵の配置が多く、大地のエキスの出る石もある。地面に止まれと書いてある場所がある。お宝は5個。タイトル画面で選べるモードの一つ。 1P が、オリマーと赤ピクミンを、2P が、ルーイと青ピクミンを操作して、対戦を行う。勝利条件は、黄色いビー玉を4個回収する、敵チームの色のビー玉を回収する、敵チームのピクミンが全滅、敵チームのリーダーがダウンの中の一つを先に、達成することである。このモードのステージでは、完結縁や水場は登場しない。また、 赤ピクミンの攻撃力は、青ピクミンと同等に設定されているため、色によるピクミンの能力差はない。各プレイヤーは、開始時のピクミンの数を5匹から50匹まで、5匹刻みで、調整することができる。ステージは10種類のコースからプレイヤーが選べるが、各コースに3種類のマップが用意されており、この3種類からランダムで決定される。このモードの激ニガスプレイは、 通常の石化効果に加え、敵のピクミンを地面に埋める効果がある。黄色いビー玉名前の通り黄色い部分のあるビー玉、オリマールーイよりも大きい。このビー玉を4個回収するのは勝利する方法の一つとなっている。このビー玉は地面に埋まっているタイプと、原生生物が持っているタイプが存在する。地面に埋まっているタイプは運ぶ前に時間をかけて、 掘り出す必要があり、掘り出した時に、飛びんこが出現することもある。大きな見た目であるが、ピクミン一匹だけでも運ぶことができ、最大八匹で運べる。赤いビー玉、青いビー玉、黄色いビー玉の色違いである。自チームのオニオン付近に一個ずつ設置され、敵対するチームのピクミンだけが運べる。チェリー一個チェリーを回収すると一回ルーレットを使用できる。チェリーは、 ピクミンに一匹で運べる。制限時間内にお宝や原生生物の死骸をできるだけたくさん回収し、ハイスコアを競うモード。このモードは本編で特定のお宝を回収すると遊べるようになる。ステージはすべて地下洞窟であり、全30ステージある。連れて行けるピクミンの種類と数、持ち込める激から劇ガスプレーの数は、ステージごとにあらかじめ決められている。 各ステージには本編の地下洞窟同様にいくつかの階層があり、地形もランダムで変化する。原生生物も数多く、一部のステージではボスも登場する。登場するお宝の中には探検キットの材料となるものもあるが、このモードでは回収しても宇宙服は強化されない。ただし探検ね、袋だけは最初から装備されている。 すべてのステージで一匹もピクミンを死なせずにクリアするとあるムービーが見られるようになる。ピクミンパズルカード E はゲームボーイアドバンス用カード E リーダー使ったパズルゲームである。ゲームは大きく分けて3つある。あらかじめゲームキューブに接続されたカード E リーダープラスにゲームキューブ本体から3種類のゲームをダウンロードし市販のカード E プラスをカード E リーダープラスに スキャンさせると、ゲームが可能であり、カードは別売りで1パック5枚入り200円である。シリーズ1は2004年4月29日、シリーズ2は同年7月29日に発売した。シリーズ1点にもに、赤光青の3色を発売し、それぞれ赤には引っこ抜き、木にはテクテク、青にはつなげてのゲーム用のカードが入っている。いずれも、ピクミンにのみで使用できる。 ちなみに、Wii 版では遊べない。その他にも、ピクミンに同梱のお試しカードやファミ通の付録、クラブニンテンドーの景品などのカードがあった。また、カードにはゲームに登場する生物の説明や画像が記載されている。ありがとうございます。